6月8日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続落しています。今日の全引けは42円51銭安の 31,871 円23銭となりました。トピックス東証株価指数も 1.03 ポイント安、 JPX 日経400 16.44 ポイント安と、それぞれ小幅に下げています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 47.9%、 880銘柄、これに対して値下がりが 47.8%、 877銘柄、変わらずが 4% の77銘柄という構成です。値上がり880、値下がり877、3銘柄だけ値上がりが多いという構成となっています。拮抗してます。トピックス規模別株価指数はいずれも下落、大型中型小型揃って小幅に下げて全引けとなりました。商いは高水準維持してます。全引け段階での東証プライム売買高5億9600万株余り、売買代金1兆6519億円、1兆6000億円台半ばの売買代金をこなしています。このペースで5番も推移すれば1日通して3兆3000億円前後ということですから、各境の目安となります3兆円は優に上回る水準を維持しています。今日は朝方から全体的に方向感の乏しい展開となりました。日経平均株価昨日600円近い下げとなりまして、安値引けとなっておりました。このため押し目買いなども入りやすかったという見方もありますが、一方で昨日のニューヨーク市場におきましてハイテク系の銘柄などが全体的に弱かったということで、このところ全体を牽引してきていたハイテク株などには売り注文で下げる銘柄も目立っています。最も引き続き3万円台前半、3万2000円前後というところで高値圏での利益確定売りが出る一方で、先行きに対する期待感、先高感から押し目を拾う動きもありまして、日経平均株価前昨日の終値を挟んで揉み合う展開となり、プラスに転じる場面も見られています。前引きは小幅に下げていますが、底堅い動きという見方もできるかと思います。そういった中で今日下げた銘柄としましては、個別で下げた銘柄シズン時計7762が 6% 近い下落で全引けとなりました。シズン時計は昨日この2月に発表しておりました400億円を上限といたします大規模な自社株買いが昨日終了したということを昨日発表しまして、これが売り材料視されたようです。逆に上昇した銘柄としましては、製薬大手のエーザイ4523が商いを伴って大幅高、連日で年初来高値を更新しました。アメリカのバイオジェンと共同開発しましたアルツハイマー病の治療薬レカネマブにつきまして、近くアメリカの食品医薬品局の完全承認を得る可能性が高いという話が伝わりまして、これを交換した買いが増加しました。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。